さあ今日からリーグ戦開幕です。今シーズンも始まりました。その初戦のゲーム、舞台はヨハン・クライフ・アレナ、アムステルダムにあるスタジアムです。1996年に開場したこの円盤のようなスタジアムは作りが非常にユニークで、吹き抜けの階段はシューズの靴紐のように対角線上に内部でつながっているんですね。そして1階が高速道路からそのまま駐車場へ、2階がショップ、そして3階がグラウンドになっています。この時間はオランダ対ベルギー、こちらの一戦をお届けいたします。ベルギー国歌お聴きいただきます。続いてオランダ国歌です。ついにリーグ開幕戦です。誰もが待ち望んでいましたからね、はい、ただ気をつけなきゃいけないんですよね。ここまで準備してたものがうまく出せるかどうか、非常に緊張感のある開幕戦ですからね。そうですね。ファーストハーフキックオフです。オランダ対ベルギー、序盤はどのような試合展開になっていくのか。大きくサイドチェンジ、デリフト、もう一つ前に行きたい、入るか、ここはすぐ奪い返します。ベルギー、オランダは開幕からここまで全勝という快挙を成し遂げています。北澤さん、次のマーケットで強化するところはあるのでしょうかね。まあお金があればね、補強したいところはどのチームも山ほどあるんじゃないでしょうかね。まあ、ただここまで全勝ということで、ええ、今のチームバランスを崩さないことを第一優先に考えた方がいいと思いますけどね。なるほど。ビツェルからデブライネ、デブライネがここはファールを取られます。前へ蹴り出します。デブライネ、デブライネからアザール、低いボールを入れる、絶好の位置、デヨンからタテのボール、起きましたよ。デパイ、プレスからボールがこぼれる、さあ左サイドへ、長いボールタテへ。オランダが先ほどから前線の選手がサイドで攻撃を組み立てているようにも見えるんですが、北澤さん、どうご覧になりますか。確かにそうですよね。
前線の選手がサイドに流れることで、はい、中の相手選手を釣り出せますからね。フォワードがサイドに流れてきてもいいんでしょうか。まあ中に枚数がいなくなってしまうので、サイドに起点を作ってからどう攻めるかですよね、うん、フォワードが空けたスペースに別の選手が飛び出すなど、はい、中のスペースを有効活用したいところですよね、うん、誰がお膳立てするのかというところがポイントですね。そうですね。チャンスになる。さあ右へ預けて、ここで受けて、スクイボールだ。ベルギー、ここでファウルをもらいます。レフリーの答えはイエローカード。両チームとも立ち上がり様子を伺っているようですけども、どっちが先に仕掛けるかですね。このパスはキーパーへ。ヘルフハウス、ここでルーズボール。右サイドへ振って、また中央へ。アザール、裏のスペースを狙う。スクイクロス。ダイク。ヘルフハウス。これはよく触りました。うわ、取らないですね。左サイドを上がっていきます。スペースを狙った。スルーパスを狙う。ここで収める。低い弾道、大きく縦へ。デブライネ、いいプレッシャー。長いボールを送ります。ボールが迫る。オランダ奪い返します。フレンキー・デヨング、裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。この位置でボールを受けます。ショートコーナー、クロスを入れる。カスターニュ、ここは体を張ります。デリフト。両チームまだスコアレスです。このファーストハーフ、縦へのボール。さあカウンターのチャンスになります。ルカク、ここで丁寧にボールを扱う。ヘルフハウス、ビツェルからデブライネ、抜けてくる。足元のクロス、これは直接キーパーへ。ハンス・ハテブ、ベルギーボールです。オランダが最終ラインまでボールを下げる。大きくサイドを変えます。そして今前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ベルギーとしては今はまだ 0-0 なんですけども、内容はあまり良くなかったですよね。というのもシュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないでしょうね。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。オランダ対ベルギー、
両チームスコアレスで折り返します。後半です。0対0で折り返しです。さあボールはアザールへ、裏を狙う、絶好の位置で受ける。あーこれファール、取らないですか、レフリー。ルーズボール、オランダこれは奪い返します。サイドを使う、サイドのスペースを使いますが通りませんでした。ベルギーはベンチに動きがあります。メルテンス、メルテンスからデブライネ、デブライネからアザール、カスターニ、ここはつながりません。オランダはメンバーチェンジがあるようです。ミルクハウス、どこを使う、サイドを変えた形、このボールはカットされます。ビゼルからのパスは通りませんでした。これは合いません。スルーパス、デブライネ、ヘルフハウス、クラーセン、ルーズになる、裏へのスルーパス、外に逃げる、中に合わせてくるか、アーリークロス、おっとセーフ、これはわずかに右でした。オランダ決定的と見えるチャンスのシーンがありました。ベルギーは選手を変えるようです。クラーセン、抜けてくる、ヘルトンゲン、ここはファールです。長いボールを送ります。アザール、左から上がっていきます。左サイド上がります。自分で行く、ゴールに向かっていく、デブライネ、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。ベルギーが最後の交代枠を使います。今日この開幕戦、両チームともまだスコアレスな展開が続いています。まあ初戦でスコアレスだと預けないですからね。特にこういった開幕戦は3ポイント欲しい試合ですからね。でも一番怖いのはリスクを背負って攻めに行って逆にやられてしまった時ですよね。まあそれこそ勝ち点なしのスタートになってしまいますからね。リーグ戦は長いのでそこまで無理しなくてもいいんじゃないかなと思いますけどもね。スルーパスを出す、低いボール、なんだ、ここはクリアでピンチを出します。届きません。オランダはここでベンチに動きがあります。
クラーセン、プレッシャー、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。体を張ったプレー、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。オランダとしては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか。相手の攻撃パターンをクロスに絞らせることで守備のコントロールをしているんですよね、はい、中の人数を増やすことでクロスの対策をしてますよね、なるほど、守備も中央に固まるので、はい、スタミナ消耗を抑えられる、比較的守りやすい形を得ますよね。カウンターを仕掛けます。チャレンジはしません。後ろに流す。クラーセン、かなり見応えのある試合になってますからね、選手たちは相当疲れてると思いますね。裏へ届くか、足元狙う、どうだ、このスー、これはクリア、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。シレッセン、大きく前線へ。オランダとしてはなかなかいい形が作れませんよね。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。プロメス、オランダとしては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。ここで終了を告げる長い笛、0対0。ベルギー、新たなプレッシャーを抱える中で8点1という結果を引き出しました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。8点1のスタートになりましたけど、今後の戦いに十分期待が持てる、そんな試合内容でしたね。これからも注目していきたいと思います。そうですね、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お互い勝ち点1ずつ分け合うという初戦です。